なんで打てないんだ、高木豊です。高木です。お願いします。ね、はい、相手がなんで打てないんだ。ミーティングをしたじゃないかと。あ、やったのにね。やったのにって。今日はバッティングコーチがどういうミーティングをしてるか。うわー、これ聞きたいですね。実際に。うわ、めちゃくちゃ聞きたいです。プロのミーティングで。うわー、これは。俺がバッティングコーチをやってたことがあって、はいはい、その時にやってたミーティングを今からやります。うわー、めっちゃ贅沢っすよ、これは。いくぞ、はい、仮に菅野と対戦するとするわー、いやっすね、うん、でも仮だよ、これは菅野のデータがないから、はい、ちょっとわかんないけどさ9分割、はい、これある、はい、はい、左バッター、ね、はい、右バッター、はい、どういうことかわかるか、左バッター赤、右バッター青、はい、ね、ここしかヒット打ってない、ね、はい、右バッターアウトコース高めから真ん中、はい、この低めを打ててない、わかる、はい、そうなったら方向的には左、これを点点点がゴロ、はい、ゴロ、はい、真っすぐライナー、これヒット、はい、右バッターじゃあどっち狙う？どう狙う？だから、はい、簡単じゃない。左バッターに対しては、はい、インサイドとか投げてくるけども、はい、それは全部捨てろ。はい、いい、はい、真ん中から外、はい、で高めは左バッターに関しては全部ポップラインになってる、はい、ここしかヒットになってない、はい、ということは引きつけて反対方向に行って、そしたらヒットの確率が上がる、はい、なるほど、これを引っ張らされるとゴロになってボンダーの山、はい、はい、右バッター、はい、同じように、はい、これ色がちょっと逆になってる、そうですね、はい、それでちょっとこんがらがりました、そうでしょ、はい、そこがまたミソのすごいチーム崩壊します、チーム崩壊します、右バッターは、はい、この左とは違う、極端に違うことはここは打てない、はい、高めに目線つけろ、はい、で引きつけて流せ、うん、そしたらヒットになる、うん、だからこうやって菅野を攻略していく、おー、まあ、こういうミーティング、仮に菅野は分かんないよ、はい、分かんないけどこういうミーティングをしてるんだよ、狙い球、狙う高さ、それとか、まあ、こうやってストライクゾーンが、はい、ね、ストライクゾーンが、はい、まあ、9分割、はい、いいか、このピッチャーはこっから上を打たないとヒットにならない、低めのボールは力があり、はい、ボールが上がらない、うん、そういうことで低めは全部捨てる、目線は高めに置け、この逆バージョンもある、ああなるほど、そういうミーティングをしてる、で1まっすぐ、はい、2カーブ、3落ちる系、まっすぐが 50%、 曲がる系 25%、 落ちる系 25%、何狙う？まあ、真っ直ぐですね。真っ直ぐは確率は高いよね、はい、2分の1セーブ、はい、ということはこれに惑わされるなということ、だから入り球これが多いかも分かんない、でも必ずこれが来るわけだから、うん、これを打ち損じるな、そういうミーティングです、分かる、はい、で追い込んだら2ストライク後、はい、2ストライク後この球がこれは消していい、この球が増える、だから追い込まれたらこれかこれ、分かる、はい、まあ、こういうミーティングをしてるわけ、ざっとだけ、なるほど、で逆のパターンもあるからね、さっきと、まあ、例えばこのピッチャーは絶対引っ張らないとヒットになってないという、まあ、データが3年間を振り返ってデータがあるんだよ、打球方向とか、はい、圧倒的に引っ張らなきゃいけないピッチャーとか圧倒的に流さなきゃいけないピッチャーとかが出てくる、でそういうことをデータをもとにこういうミーティングをしてるわけ、これ試合前とかにやってるんですか、もちろん、まあ、例えば練習が終わって、まあ、ホームだったら飯食うじゃん、はい、軽食を食べて、でシートノック前20分ぐらい前からロッカールームに集めてこういうミーティングをしてる、結構直前なんですね、でビジターだと、はい、あの球場に入る前に、はい、まあ、バス移動になるじゃない、ホテルから、その時にバスに乗る前に会議室みたいなとこ行ってこういうミーティングをして出かける、じゃあ仮にこれは例えば先発ピッチャーとかじゃないですか、うん、で途中で試合が行くにつれて中継ぎ抑えたら出てくるじゃないですか、うん、タイミングが、うん、
この時でも最初からこの情報を入れとくってことですか？まあ入れとく。3連戦の頭の中に、はい、で、まあ、数は少ないピッチャーは、はい、いいか傾向としてこういうことがある。だからこのピッチャーが出てきたら、はい、このピッチャーが出てきたら、はい、分からなかったらその都度聞けと、はい、ピッチャー交代で出てくるわけで、はい、時間があるじゃない、はい、だから資料見て、はい、いいかこのピッチャーは高めだぞって。で交代時はねアウトコースから必ず入ってくる。腕を振りたいがために外から必ず入ってくるから、うん、外狙えとか、うん、で追い込んでから打ち見せるけど必ずボールになって外勝負だから、だから外に目付けしておけと、そういうミーティングをする。しかもこれバッターによっても特性が違うじゃないですか。特性が違う。で結構その難しいっすよ。いやだから呼ぶじゃん、お前は違うよって言う時がある、はい、チームとしてこれを今日はやって攻略をするっていうふうにするじゃん、はい、そしたら明らかに違うやつがいるわけよ。まあ、例えば横浜だったら普通のバッターだったらこう攻め大体同じような攻めするんだけど、筒香にだけはちょっと攻め方が違うって。ああなるほど。そういう時は個別に呼んで筒香、お前だけは違うな、お前はこう打てという指示を出す。なるほど。考え方変えてくれよ、まあ、そういうふうなことをしながら野球が進んでいくという。変な話、相手チームもこういうことして来てるから、ちょっとデータ同士の、そう、面白いっすね。じゃあこれもう先にデータ班からコーチにやっぱここはやるんです、密接に結構やる。だからまあこれね、ちょっと言っていいか悪いか分かんないけどさ、沢村がいた時まだ絶好調時、まあ、今年なんか悪いよね、荒波っていう選手が横浜にいるんだけどさ、レフトに会心の当たりを打ったわけで、正面だったわけ、荒波呼んで、お前データお前ミーティングで何考えてるんだって、ミーティングで言ったよなって、沢村は力負けしたらダメなんだって、だから絶対引っ張らなきゃいけない、どんなことがあってじゃないとお前ヒット打てないぞ、あんな当たりいくら打ったって流してヒットが今まで一本もないんだから、で流してたらダメだよ、引っ張れって次の打席って言ったら引っ張ってホームランって書いてあるやっぱデータっていうのはやっぱすごいんだよ、やっぱちゃんともう基づいてあるんだよ、基づいてあるんだよ、すごいっすね。だからまあそういうことでプロのミーティングっていうのはこういうことをしてる。だからまあ例えば言ってなかったことは、初球から積極的にいけって言うじゃない、はい、でも1球目打つと絶対凡打の山なんだ。だから平行カウントになって勝負しに行った方がいいピッチャーとかさ、そういうことも、ことを細かにやる。じゃあなんかあの代打で出てって、なんかなんで1球目から振らないんだみたいな、たまに解説者の方とかに言われてるじゃないですか。1球目さ、なんでもかんでも振れないよ。やっぱ振るには根拠が必要、だから根拠は与えてやる。あー、なるほど。あとはキャッチャーの傾向がある、うんうんうん、今例えばさ、キャッチャーで3人制って引くじゃない、はい、まあ、DeNA で言えば、うん、まあ、今伊藤光っていうのがいて、はい、峰井っていうのがいて、はい、戸柱みたいな、はい、でやっぱ傾向が違うんだ、リードの傾向が、はい、例えば伊藤は必ずインサイドを使うとか、はい、まあこれは全然違うデータだよ、はい、仮にだよ、はい、峰井は外中心になるとか、はい、だからそういうキャッチャーが今日誰かっていうことによってまた傾向も変わってくるんだよ、リードの、うん、それチームでミーティングはしてるよ、はい、このバッターをこう抑えていくって、はい、でもその組み立てがさ、キャッチャーによって違うということ。だからそのキャッチャーの特性も、例えばその伊藤光だったらまっすぐからの入りが 70% 以上超えるとか、峰だったら 60% になるとかさ、仮に言ってるわけだけどさ、まあそういうことでやっぱ傾向と対策みたいなのをさ、こう立てていく。多分現役時代ヤクルトの古田さんとか、もう自分たちから見たらこの絶対的なキャッチャーみたいな、そういう時ってこいつだったらまた裏書いてくんなとかっていう、そういう裏読みというか、古田の傾向っていうのはさ、はい、もう古田引退してるからあれだけど、はい、やっぱ1球目はそのバッターの一番振ってないところに投げてくる、分かる、はい、例えば左バッターだとして、俺の場合を言うよ、俺がさ、まだ二人の頃古田がこう出てきて野村さんとの IT 野球だって言われた時、俺打てなかったんだよ、ヤクルト戦いつも3割打ってたんだけど、その時2割2分ぐらいしか打てなかった。なんでかなと思ってちょっと調べたんだけどさ、で俺が一番振らない1球目から振らなかったのは外のまっすぐなんだよ、これを甘めでいいから簡単に取ってくるんだよ。なるほど。で次にやることは必ず落としてくる、これに手を出してもらえればファールになったってもう2球で追い込まれるじゃん、でも平行カウントになるじゃん、はい、だからこういうリードをね結構してた。へえ。だから確率的に1球目このボールだったら振ってこないだろうなっていうボールをチョイスするのがうまかった。へえ。ちょっと考えてた。だから俺はだいたい1球目はこの付近に張ってたんだよ、はい、ああ
だから知ってたんだよ。それとデータを出して外のまっすぐを振らない確率っていうのはおそらく 90% ぐらいあったと。だから多分入ってきてたんだと思うんだけど、それをよく知ってた彼は。あ、で、はい、ここら辺にね、見せ玉を投げさすんだよ。振ったら儲けもんじゃん。だからリードはやっぱね、考えられてたよ。あ、それで打てなかった。で、俺がやったことは何でもいいから初球を振りに行ってやれって、うん、で、外も打ち出したんだよ。それからちょっと変わってきた。だからまあそういうことでいろいろこうピッチャー攻略したり抑えたり、まあこういうミーティングが行われてるということで、面白いですね。面白い、面白い。まあそういうことでした。はい、はい。